昨年の8月に一旦閉館いたしました梅小路蒸気機械館と一体となった施設を JR 西日本が建設しております。そして、一昨年の4月に閉館いたしました大阪の弁天町にありました交通科学博物館、ここの車両や収蔵物も移設しております。まあ、大勢のお客様に楽しんでいただき、感動やひらめき、また新しい発見を持ち帰っていただけるような運営に努めたいと思っております。まあ、常に進化する博物館を目指してですね、新しいことにチャレンジしていきたいなと思っております。